まあ、この辺のその生物と、まあ、これから国らが習っていく微生物感染症のところで出てくる単語で、そのうちだんだん早いもう諦めました。諦めないでもう一回読んでよ。大丈夫、時間があるから。もうね、あとで諦めたんで。これ以上ね、考えられない。いや、そこを考えることが大事なんだよ。そこを考えることが大事、ね。大事。考える材料がないからな。いや、でも、例えば一番だったら全部虫がついてるけどさ。いや、その1番は簡単なんです。簡単です。2番はみんなバクテリアって名前がついてるけど。2番、それは簡単でした。え、3番はさ、これ3番と4番は説明して習わなかった？やってたけど、うん、覚えてなかった。覚える問題ではあるか。あと覚えてたのが7番と9番だったんです。4番はすごく大事です。はい、5番はまあちょっと専門になってきたところでまたやるしかないかもしれないけど、まあ今日の話を聞けばある程度分かる。6番は習ったよね、うん、でもどれだったか忘れてしまった。7番は簡単だった。9番もでも8番が分からんな。ああ、君はこの間字が多くて分かりにくいスライドだったよねって言って、ちっちゃい方から大きい方まで並べてあったじゃん。単細胞の。ゲノムの大きさは分かる。ゲノムの大きさと実際の形態の大きさとほぼパラレルです。何？平行になっている。単細胞。ゲノムの大きいやつは体も大きいです。うん、まあそんな単純なルールではないけど、基本的にはそうですね。だから、一番が体の大きいやつが。それが体が大きいかっていうのを覚えてる。そう、そうなんです。それはでも映像で頭の中に入るようになってくる、そのうち。はい、10番はこれなんじゃないかって思うのはあるにはある。そうですね、これは10番はこの生き物独特のところです。はい、みんな顔が、あら、ちょっと待って、まだもうちょっと書いてる。ちょっとこれはもう回収して。いや、あげます。帰ってもう一回調べ直してみて。今日の講義を聞いた上で。だいたいキーになることを尋ねているので。だんだんもっと細かくなってくるともっといろいろあるけど、まあ、本当に大事なことは今日できるだけ横道にそれないで伝えておこうと思うんですけど、まあ4年間教えてきてやっと学生たちと何度も何度も議論しながら、いやこれは本当に正解かどうかを証明することは難しいけど、いろいろな情報の集大成から考えると、ずいぶん思い間違いをしていて、本当はこうだったのかもしれないというのを、だんだんイメージができてきたので、今日話そうと思います。だいたい顔上がったからいいかな。そしたら、ここ、じゃあここに寄って、ずっと渡していって前に持ってきてくれますか。裏から前に、何？じゃあいいや、君は後で僕が。何の M なんですか？いやいや、マークのところで P とか M とか。23とかどうも M は。23か26。はい。M は23で P は26。そうです。その通りです。順位の方が23で、10歩の P の方が26です。それでは、そういうわけで申し訳ないけど、30億年の話です。答えはもういきましょう。20億年から10億年まで、
原核生物からバトンタッチを受けた真核生物になります。虫がいっぱい出てくるんですけど、はい、鞭毛虫以外は細胞です。そうです。その専門でもここで言うと、単細胞でいるのは、鞭毛虫ですね。で、球虫、常虫、線虫というのは多細胞です。寄生虫の類は単細胞ではないので、でそれを全部まとめて全虫と言います、寄生虫のところ。したがって1番が答え。2番は、葉緑体の元になったのは何か。今日習います。この辺から、細胞共生の話になります。真核細胞が原核細胞を食って、それをオルガネラ、小器官に変えていっちゃうところです。一つがミトコンドリア、一つが葉緑体で、それはもともと細菌、どちらも細菌から真菌に取り込まれて、一つの細胞小器官になって、葉緑体の方は光合成で、酸素と糖を作る方のマシンになったし、ミトコンドリアは酸素と糖をもらって、30数個の ATP を作って僕らの全てのエネルギー源にしている。で、葉緑体の方の元になったのはシアノバクテリアです。シアノっていうのは色です。卵色細菌といって、まあ紫色くらい。これは元は緑色細菌と黄色細菌という紅色の細菌と緑色の細菌がそれぞれ独自に作ってきた光合成の系を両方合わせてもらって今の酸素と糖を作る系に作り上げていったバクテリアで、化石がものすごい栄えたんで世界中に化石が残っていてですね、日本でも取れるとストロマトライトと呼んでいますけれども、島状の石になってあちこち世界中から取れます。これが地球上に酸素を作り出してくれて今の我々の世界を作ってくれた。まあ、酸素って確か当時の他の人にとっては割と有害だった。そうです、はい、これで嫌気性菌のかなりは滅ぼされた格好になるし、逆に抗議性菌が栄えてくるという形になります。まあでもそれに慣れてきたので陸にやがて海から上がっていくことになります。今の答えとミトコンドリアの方から来たのはアルファプロテオバクテリアです。僕らの感染症の病原体の7割8割はプロテオバクテリア群、その中のアルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、エプシロンと分かれていますけれども、まあ、ガンマプロテオバクテリアが腸内細菌を含めて、まあ、最も優勢を誇っている我々の身の回りではです、はい。それから4番は、これは覚えてください。リン・マーギュリスです、彼女が細胞内共生説を作って今みたいに、我々の細胞の中にあるオルガネラは実はもともと原核生物の、細菌を取り込んで、小器官にしてきたという説を唱えて、多分それで合ってただろうと。アルトマンも、ナスも、ウォーリンも、コンレスも、この仕事の先駆者です。みんな、ミトコンドリアが自分のゲノムを持ってるとかですね、葉緑体が勝手に増えるとか、細胞内にあるくせに細胞の核の指令を受けてないとかですね、いろいろ見つけてきた人たちで、それをまとめてこのマーギリスが細胞内共生説という説にまとめたのです。大事なことですね。マラリア原虫はこれはちょっと専門すぎたかもしれません。放出虫です。後で枝分かれしてくるんで、鞭毛虫が分かれて、根足虫、アメーバのグループが分かれて、放出虫のマラリアみたいなスポロゾアが分かれて、最後に繊毛虫が出てきます。ゾウリムシの類ですね。これが一番このグループでは進化しましたけど、多細胞の元になったのは、この説は最後は否定されてしまって、鞭毛虫から上がってきたということになっています。その辺を今日話します。顕微鏡で初めて微生物を見たのは
レーゼンフックです。これは高、これは高校の頃にちゃんと習ったと思いますね、生物を取ればね。フックは確か植物細胞だったっけ。フックはね、このレーベンフックをイギリスに紹介した人ですね。はい。7番は、原核生物と真核生物に両方あるもの。さっき言ったようにミトコンドリアとか葉緑体は真核生物になって、取り込まれた格好になってるんで、はい、リボゾームですね、共通に持ってる。あとは、真核生物の方にしかないということです、逆を言えば、1から4までは。原核生物にはない。最も大きいのはさっき言ったように、だんだん分かれていた一番最後のやつがでかいって。繊毛虫ですけれども、病原体としてはバランチジウムという腸の中に住むゾウリムシみたいな。ちょっとこれも専門的すぎたかもしれない。ごめんなさい。でもそのうち、嫌というほど習います。移動物でもどこでも、感染症でも出てきます。多細胞動物に最も起源な原生生物、これが100年間議論をしてきたんですけど、ゲノム、解析の結果、分かるようになって、縦襟鞭毛虫という鞭毛虫の、まあ、ある意味では原生動物の一番最初に分岐した古いやつからもうすでに、多細胞になる準備を始めていたということです。鞭毛虫の基本構造のうち、そうですね、もう一つの説は、単細胞のくせに体細胞核と生殖核を持つグループがいて、それが生殖細胞と体細胞に分かれたんじゃないかという説と、軍隊を作って鞭毛虫から、ね、分かれてきたんじゃないかという説の2つが100年争ってきたんですけど、縦襟鞭毛虫に軍配が上がって、こっちの生殖機能の核を持った生き物の方の末裔ではないということになっています。大核と小核で、大核大きい方の核が体細胞核で、小核が生殖核です。要するに小核の方。小核ですね。はい。はい。それでは、最初の20年を5、6枚でやっちゃおうと思います。バクテリアの語源は、小さな杖という、バクテリオンという、名前から来ています。まあ予習の方を見てくれれば、これは丁寧に書いてあります。で、この前、4年前に教えてきたときは、モネラ界、新生細菌、28問でした。古細菌は、4問しかなかったのに、わずか4年の間に、新生細菌35問、古細菌13問という、ものすごい勢いで進んでいる分野です。もう昔は古細菌を取って培養して、それから分析をするという格好だったんですけど、今は菌が取れなくても DNA を抽出できれば遺伝子の解析ができるので、それを読んでつないでいって、こういう生き物だろうというふうに作り上げてくる世界なので、実際にこの古細菌13問のうち多分新しく加わった半分くらいはまだ培養できてないんだと思います。ゲノム上からグルーピングされてつけられたグループで、確か去年か一昨年か、日本の産総研ですね、産業技術研究所が12年かかって一つのこの新しい古細菌を培養できたっていうのがネイチャーに載ったり、かなりインパクトを与えましたけど、なかなか培養が難しいけど、もう遺伝子上から解いてしまうという時代に入っています。そして、バクテリアがどのくらい世界中にいるかというのは後でやりますけれども、まあ、ウイルスと一緒にやりますけど、5×10 の30乗と推定されています。ウイルスは、海の中だけで、10の30乗、1×10 の30乗、後でちょっとやります。
それがなんぼのものかっていうんですけど、人70億人、78億くらいまでいったね。これの重量と比較したとき、世界中の人を集めて重さを測ったやつの40倍くらいの、重さに相当するウイルスが実は、海の中にいると。まあ、最近に至ってはその計算からいくと大体、人間総人口の重量の8000倍くらいの重さになります。これを考えると多分今ここに漂っている細菌を何かの形で、まあ、腸内細菌も含めて全部集めて重さを測ると我々集団より重いかもしれない。実はそういう世界です。まあ、それはさておいて、あ、そこに書いてあるか、全ウイルスの重量はこれネイチャーに載ったやつで シロナガスクジラ7500万頭分なんだ。それで70億人の人口の重量が1人平均40キロとして 2.8×10^11 kg、全ウイルスの方は 1.1×10^13 kg になるので、ウイルスの方が人間の総重量の40倍の重さを持って集めればいるんだということです。まあ、後でそれがどんなことかということは後で説明しますけど、最初に20億年の、原核生物だけの世界の中で一体何が、起こってきたのかということを、振り返ってみようと思うんですね。で、一番最初地球上に出た生命体は、地球ができた時のあの無機物と、空気中にある、メタンとか炭酸ガスとか水素とか、まあ、フリーの酸素はそんなにまだシアノバクテリアが出られるので なかったけど、まあ、そういう化学物質を作ってエネルギーを作って有機物を作っていくという世界です。したがって一番最初に出たグループの細菌は栄養からすると独立栄養といいます。人の作った高分子有機物を食っていける方が、僕らもそうですけど、従属栄養です。自分で作り出さなくてです。で、したがって、原始生物群は、独立栄養で、かつそこの元に使ったものは、有機物ではないので、無機物の、化学合成で独立栄養で生きたグループになります。で、どんな生き物たちかというと、一番近いのがこの、深海の火山の格好でこう熱水が吹くんですけれども、800度とかです。まあ、そこの周りにいる菌がそうなのではないか。これが見つかったのは1970年です。深海の熱水溝で化学合成の独立栄養菌群がいっぱいいるということで、太陽エネルギーで使わないで、かつ人の作った有機物を利用するのではなくて、自分で周りの化学無機物から、栄養源を作り出していくという菌、多分これが地球成立の最初の菌群だろうと。で、まあ、その中に後で出てきます。だんだんちょっとこれを言い出すとまた複雑になりますけど、硝酸塩呼吸をするものが出てきて、これが後に酸素呼吸のグループの元になったんじゃないかと。まあ、35億年くらい前かということですけど、まあ、覚えておいてほしいのは、一番初期に現れたのは、化学合成の独立栄養菌です。で、それが有機物を作ってくれると、もう目ざといやつはですね、そいつを利用して食っていきようという、今度は従属栄養になります。で、化学合成の一番元のやつはそういう意味では酸素がほとんど使えないので、無機物から、エネルギーを取り出して、合成していくという嫌気性の独立栄養、化学合成菌と、まあ、厳密に言うとですね、無機化合物、硫化水素アンモニア二価鉄イオン等を嫌気条件で、下にあるような形で、エネルギー、ここで ATP が2つできますけれども、うちらがミトコンドリアで
グルコースを分解して解凍系で1回転するときに、だいたい32から38 ATP を作りますから、ものすごいエネルギー源ですから、まあこれだけの多細胞で動きまくって考えてという能力を持ったわけです。で、独立栄養生物っていうのはそういうわけで、生態系の食物連鎖の一番原点になります。独立栄養で作れたのはこの最初のグループとさっきのシアノバクテリアですね。太陽エネルギーを生物エネルギーに変えようと。今のところ地球上の中でやったのはこの化学無機物質から有機物を作り出そうというグループと、光エネルギーを生物エネルギーに変えようという試みをしたグループだけですね。で、まあそっちの高校生のグループは多くは、藻類から植物の方に上がっていきます。で、動物側に行ったやつはそれの作ったものを食うと、あるいは他の動物の作ったやつをさらに食うという食物連鎖の方で行きます。有機物に依存しないで、太陽エネルギーを使わないで、存在したグループです。そこに、硝酸菌のグループとか、あと硫化菌とかいろいろなグループが出てきます。で、そう次に出てきたのが、そこで作ってくれた高分子のタンパク等を使って食っていきようという従属栄養です。でかつまだ酸素がないので、嫌気性で従属栄養の菌になります。でこれがかなり栄える作用、酸素がほとんどないので、嫌気性で糖を使って、嫌気的にエネルギーを取り出そうと、まあ、一番典型的なのは例えばアルコール発酵とかです、酢酸発酵とか、あるいは、メタン酸性とか、そういったグループです。まあ、現存する中では、独立栄養菌が作り出した有機化合物を利用して、反映したグループです。現存する中ではクロストリディウムがいますけど、これもまた最初言われてもわからないと思います。ボツリヌスとか炭疽菌ですけど、それもわからないと思う。だんだんいやというほど聞いていきます。はい、ある。毒素を作る連中ですね。結構きつい、細菌のグループです。はい、はい、からまあ他に硫酸呼吸をするものとか、亜酸化窒素呼吸をするようなものがあって、まあ人様の食って生きるという菌になります。で、まあその後、27億年くらいが元気で、光合成をするという菌が出ます。これはもう画期的で、まあ、海洋の自然栄養源を摂取して最初の独立栄養の化学合成菌が増えて、それをさらに嫌気性の従属栄養菌が食って、その中で回っている中から光エネルギーを利用して嫌気性でエネルギーを作ろうという菌が出てきます。嫌気的条件下で光エネルギーを利用して酸素を発生しない光合成菌が最初です。で、結構、まあ、グラム陰性2目5か24族の、グループがここにいるんですけど、バクテリアクロロフィルという、まあ、色素体ですね、光合成の。そこにあるように、光色、パープル、光色光合成細菌、緑色不要細菌、これらが作り出したやつを合わせ持って作ったのがシアノバクテリアで、これは光合成をしながら、糖と酸素を作っています。炭酸ガスと水から、糖と酸素を作ると、光エネルギーでという、まあ、離れ技をするグループで、ここで初めて好気性の光合成菌が出ます。シアノバクテリアで、先ほど言ったこのストロマトライトという化石は、この化石で、
確か岡山理科大にはなかったかな、家計学園にはあったんですね。どっか宿舎に泊まりに行ったらどっか隅の方に転がっていて、こんな冷たい扱いをしているならもらってこようかと思ったけどくれませんでした暖色細菌と呼んでいます。光合成によって酸素を生み出すと、だいたい27億年くらい前から出て、20億年くらいから後から爆発的に増えます。ストロマトライトっていうのはギリシャ語のストローマ、マットとかベッドとライトの岩を合わせた合成のです。シアノバクテリアの化石です。これが世界中の浅瀬でものすごい勢いで増えて、水中、大気中に酸素を供給するようになっていきます。まあ、そのやつを簡単に予習用のを見てきてくれた人はもっと丁寧に書いてあるので、かえって混乱するかもしれないけど、結論から言うとこういう流れです。まあ、最初に独立栄養の嫌気性菌が増えて、無機化合物を資源としてエネルギーを作る。そうすると、できた有機物を乗っ取って食おうという嫌気性菌が来ます。従属栄養の嫌気性菌が。で、まあ、これで10億年くらいをこう過ごしたわけですけれども、その中から、独立栄養の、まあ、最初に嫌気性菌ができて、ここで光合成を始めます。で、それを遺伝子をもらって酸素を作るというふうに作り変えたのが、シアノバクテリアで、これが酸素を供給し始めると、従属栄養の好気性菌が出てきて、これが最も当たり前で出来上がったものを使ってかつ酸素で分解してエネルギーに変えますから、嫌気性がだいたい1回転で 2ATP に対して15倍近いあるいは16倍近いエネルギーを取り出せるので圧倒的に強い生き物になります。だいたい我々の身の回りにいるのは先ほどの変性嫌気性の菌を除くと通性好気性から好気性菌です。この辺の皮膚についてるやつは全部好気性です。見えないけどというのが20億年の一気に行きましたけど、20億年の、原核生物の世界の多様性です。まあ当然大きく分かれてそうですけど、そこからものすごいたくさんの、先ほど言ったように35門に至るバクテリア群が枝分かれして出ていくという時です。で、なぜそれを言っておいたかというと、今のはその食物連鎖の中での、系統ですけれども、まあ実際その中でその35も分かれていく中で環境に合わせていろいろな能力を持ち始めます。いつかまた出てきますけど、例えば感覚系だとこれすべてバクテリアのロドプシンです。僕らのロッドセルとコーンセルという網膜にある光を感じるところの系で、その下にチャンネル系を開くやつからエネルギー系あるいは G タンパク系って、まあ細胞そのうち生理学か生化学で習うと思うんですけど、シグナルトランスダクション系のところにつないでいく。かつ波長を、さまざまな波長を取れるように、作り変えてあって、まあこれがその後の高等生物の、真核生物に入ってから、いろいろな感覚器に化けていく元になります。まあ同じように、まあこんな単純、まあ単純か複雑か人によりますけれども、この構造の中から、ここはもういいですね。後期呼吸、嫌気呼吸、化学合成の独立栄養菌から、硝酸塩呼吸、硫酸塩呼吸、そして、炭酸塩呼吸、メタン発酵という、まあ、エネルギー系、呼吸系を、まあ、多様化していくと同時に今みたいな、感覚系、それから運動系も作っていきます。ここにあるように、まあ、繊毛と鞭毛を作っていきますけど、
この弁毛は我々の精神に至るまで、どんどんとこうつないでいったケースですけど、新生細菌と誤細菌と、分かれますけど、真核生物多少、弁毛の形はしていますけど、その気候は違っててですね、新生細菌の場合は、弁毛のところがこう元がモーターのようにくるくる回って、弁毛がこう 渦巻きスクリューのような形をして、動いていくんで ATP 不要でイオンだけで使うすごい代物で、こういうエネルギーを作ったら自然に優しくてめちゃくちゃいいのかもしれないけど、バクテリアはすでにやってるんだけど、まだ人工的にはこの手のはできないですね。その次は ATP を使ってモーター回転をする格好になります。で、僕らの使っている弁毛は回転ではなくてこう波打つ格好、まあそういうふうに言うならバタフライ的な、泳ぎになります。スクリュー型の水泳選手っていないね。回転しながらこう100メートル泳ぐとかっていうのあってもこうやってみるといいような気がするけど、まあ、なんていうかね、マスな腕ぐらいですかね。まあそうかもしれない。マスな腕ぐらいですか、はい。まあこの辺で、我々のところまで来る運動系を作ります。それから、その一番世界を驚かしたのが、そのバクテリアの時にすでに、オスとメスを作るという原型があって、まあその時に、働いているのがこの性腺毛という、注射器みたいなものです。腺毛を伸ばしてメスの、菌を捕まえてきて、そこにゲノムを送り込むという離れ技をします。まあ、僕らだと、卵子に向かって精子が突っ込んで、受精をしていきますけれども、これは、レーダーバーグ、もう天才的な。で、実はこれは、オスとメスっていうのは別に、差はなくてですね、F 因子といいますか、F プラスミッドというプラスミッドがあってですね、それがこの性腺毛を作るプラスミッドなんですけど、それを持ったのがオスです。で、それを使ってプラスミッドを送り込むと、その細菌は、オスになります、メスからオスに。で、そのうちに、これがそうですけど、F 因子、そのうちにプラスミッドがゲノムの方に乗っかる、このことはよくあるんで、我々もそうです。そうすると、染色体の中に、F 因子が入ると、もうそれは、ずっと分裂してもオスです。そうすると、この F 因子が読まれたときに、ここの性腺毛を使って、性腺毛のないやつに、組み替えていくという、相当組み替えをして、新しい子孫を作っていくという、仕組みで、まあ、今は我々で言うなら、受精のところに相当する。まさかこの原核生物の時代に、オスとメスが存在するということは誰も考えなかったんですね。真核生物に至って初めて、有性生殖に入るのが、まあ、胞子中からですけれども、オスとメスがあると思ってたんですけど、そんなことはないので、もっとバクテリアの時代から、持っていたと。20億年をいけそうですね。まとめてみると、地球上で生命が発生して、まあ、40億年くらい前ですね。から20億年間、原核生物しかいなかった。モネラ界。ここでは新生細菌と誤細菌が出てきます。で、誤細菌をわざと触れなかったのは、最初の頃は触れてたんですけど、誤細菌は全く違う意味を持っていたというのが最近分かってきたので、誤細菌はこれからやります。で、環境からエネルギーを吸収して、有機物を生産する細菌群が最初に現れて、無機化合物を利用する化学合成の独立栄養細菌がまず存在します。で、それを、食っていける従属栄養の嫌気性菌が出るんですけど、まあそれで十数億年経った時に、光エネルギーを使おうという光合成細菌の嫌気性のグループが出ます。で、
まあ、エネルギーは嫌気と好気に出ますけど、ATP 酸性からすれば好気が圧倒的にいいんですけど、シアノバクテリアに至って初めて酸素を作ることができるようになって、好気性の光合成菌が独立栄養菌ができて、それができるとすぐに好気性の従属栄養菌が出てくるという4段階になります。その中で広がっていく中で、まあ、エネルギーの使い方から感覚器の使い方、運動器官の使い方、性といったものの原型を作っていって、20億年、次の真核生物につないでいくという、つないでいくというか、もう今でも原核生物はさっき言ったように僕らの8000倍くらいの重さになるくらい満ち満ちてまだ栄えていますけど、同時に真核生物を作り出していく。で、ずっとこれはもう本当にさっきの多細胞に行くよりもっと難しい問題で、これに対してその仮説を出したのが先ほどの細胞共生説を出したマーギリスなんですけど、その前にもう一人、カール・ウーズという女性がいてですね、これが、古細菌というグループをつけて、彼女は本当はホイタッカーの誤解説プラスもう1回モネラ界を2つに分けて、バクテリアの新生細菌とアーケアの古細菌という、6個に分けるべきだという提言をして、その彼女の根拠はですね、その地球上に最初にあったメタン、炭酸塩呼吸をするメタン細菌が、炭酸ガスと水素から、メタンを合成していくと、これが一番古いと、独立栄養としてですね、それで、アーケアという名前をついて、アーケバクテリアという古細菌という、提言をして、まあそれはそれなりに意味はあったと思うんですけど、ゲノムがだんだん分かって解いていくと、古細菌は細菌より古いのではなくて、細菌から新生細菌から分かれてむしろ真核生物に近いんだという皮肉な結果になっちゃったんです。古いと思ったら、一番新しくて、次の真核生物につないでいく細胞だったんじゃないかという、でこれでまあ共生説に入っていくんですけど、まあでも古細菌ってどんなものかというとですね、古細菌の最もメジャーなのは有利古細菌というグループなんですけど、だいたい極地にいるやつです。メタン菌、高度抗炎菌、ハロバクテリアですね。それからテルモバクテリア、高熱菌、地球の熱が暑かった頃に分かれて今でも、から硫酸菌とか硫黄菌とかも めちゃくちゃあまり人間が住まないところにいるグループがメジャーです。で、例えばこのメタノンだと、炭酸ガスと水素からここにあるにメタンと水を作るという系の中からエネルギーを取り出してくるという格好になります。で、どんなところにいるかというと、このハロバクテリアは塩湖とかみんなピンクになりますよね。見たことない？なんかジオグラフィーとか、なんかニュースかなんかで見た、やりますよね。綺麗なピンク色なんか、あれはこのハロバクテリウム。あのテルモプロテウス光のこれもニュースかなんかで。はい。それからこのアルカイオグロブスっていう石油を作るんじゃないかと。これで石油は枯渇しないじゃないか。石油のところに結構生きてる菌群。まあ石油って、まあエネルギー問題っていろいろありますからね。そもそも CO2 は本当に地球温暖化の原因なのかとか。それもあります。はい、であとは、まあ硫黄光線とかですね、でまあ、こういう菌なんだと。だから新生細菌が地球のところで増え始めて、極地に逃げて追いやられたグループが古細菌だろうというのがもう、ずっと半世紀くらい、そう信じていたんですけど、ここに来て、全く話が違うことになります。今のこのグループ、緑のメジャーのグループ、
有利細菌というのが、まあ、緑のところで一番メジャーで、そのうちにだんだん調べてみると高熱のクレン細菌という変なグループがいるということになって、ゲノムを調べていくとクレン細菌、古細菌の方が栄えている有利古細菌よりも真核生物に近いのじゃないかと。でそのうちに、タームコ細菌という全く新しいグループが出てきて、この点々点々って書いてあるのゲノムの方から出てくれるという結果なんです。しかしこのタームアーキオータ、タームコ細菌群というのは実は、海の方に行くとですね、海洋土壌汚泥のところで深海では、全ての細菌の中の1割を占めるとめちゃくちゃなメジャーな菌ということになって、話が変わってきたんですね。我々が見る視界の中にいた古細菌というのはそういう極地に追いやられた菌と思ってたんだけど、海洋を調べ始めてみたら海洋の中にはやっぱりいっぱい古細菌がいて、それで突然13もう分かれてきて、もっと分かれつつあるんですけど、それでそう4年前にこれを始めた時にはメジャー有利古細菌なんですけど、真核生物がどうやって生まれたか、あまり確定的でないと。まあ、最近だんだんゲノムが分かってきて、古細菌は有利とかクレーンとかナノとかコルとか、まあ、4つに分かれると。まあ、その中で、クレーンがリボゾームタンパクの系統樹から見ていくと、真核生物に最も近いんじゃないか。まあ、その後、その海洋古細菌がいっぱい出てきて、話がどんどんと変わっていきます。で、海底汚泥を含めてですね、海洋古細菌がこれまたすごいグループがいて、光をその光合成ではなくてですね、まあそれはいつか、この間知ってびっくりしたんですけど、突然光エネルギーをプロトンポンプに持っていって ATP を作るというものすごいシャンとしたこれ以上単純なエネルギーの産生系はないよという太陽光パネルみたいなものですね。ミトコンドリアを使わないで ATP を作っちゃおうという古細菌がいるのができて、古細菌というイメージがどんどん変わっていてですね、これもみんなが探し始めて、有利ナノクレーンのグループの他に、タームが出て、その後、今最後に来ているのがこの、アスガルド古細菌群という、新しい群です。大変だよね。後に来た人はみんなこういうのがだんだん出てくる。でその中の、ヘイムダル古細菌というのが そのままもう真核生物ではないかと言われるくらいの生き物です。ここにあるように、古細菌、正統派の古細菌がその有利ですね。で、ナノ、あるいは、ナノハローという DPANN とか、新しい文字作っただけです。デアペロと、ナノとナノハナとパウル、このあたりの頭文字ですね。で、その後、タームのグループが別系統に分かれてきて、これが最初の真核生物の候補に当たったグループで、ターム、アイム、コル、クレン、頭を取ってタックと。しかし、どんどんと探していくと、それよりももっと真核生物に近いアスガルド古細菌が出て、トール、オーディオ、ロキと出たんですけど、最後じゃないか。来年はさらにこのヘムダルから分かれていくかもしれませんけど。まあ、確かこのアスガルド古細菌って、はい、名前は北欧神話から取られてる。そうですね、ここにある北欧神話の光の神様のヘイムダルという、神様の名前を取った金。そうです。みんな神様の名前で順次つけているので、新しい神様が出るかもしれない。で、これが何だって言って、まあ確かに途中からこれが新生細菌、こちらが真核生物と見ると、確かに古細菌は、かなりの部分が、その中間に入っていると。だから確かに、その新生細菌から古細菌を経てか、あるいは古細菌と新生細菌が合体して真核生物になっていったんだろうという仮説は悪いことではないと思うんですね。
それで、実際このアスガルド古細菌って、ゲノムから見てどんな菌なんだと言って、これを見て僕はびっくりしたんですけど、ヘイムダルがなぜこのグループの中で、最も真核生物に近いかというのは、この、スネアタンパクという、タンパクを持っていて、これはもう、でもこういうのってよくあるんだよね。これしかないからこいつだよって言うんだけど、そのうちにまた違うのが出てきて、恐るけど、まあ今のところこのスネアタンパクっていうのは、オルガネラ同士、あるいはそれを商法でこう、クロストークをさせるための、膜をこう引っ張ってきたり、つないだり、ヒューズさせたりするタンパクで、絶対に、高等動物には必要なんですけど、まあ、酵母で24種類、哺乳類では60種類以上の、この新しく出てきたスネアというタンパクがあるんですけれども、この、アスガルド古細菌の中で、このタンパクを持っているのが、今のところヘイムダルしかないので、まあこれが一番近いということになるんですけど、ここで見るとですね、ここの丸書いたところって、一番ど真ん中の TCA サイクルってこれミトコンドリアです。で、その上のカルビンベンソン回路は、これは光合成、葉緑体のグループです。で、こっちの、左端に書いたらメタン細菌のメタン代謝の方です。で、下は、ダッチズ菌ですね。ということは、この菌はたった一つの菌でですね、何種類ものオルガネラを持っているはずだということになるんです。で、そいつのクロストークをするために、このスネアを持ってきたということを考えると、さっき真核生物と原核生物の違いの中で、それぞれの菌が、まあ、それぞれのもんで獲得してきたやつを全部つないで、真核生物みたいに1個の細胞の中にぶち込んでしまおうということを試みた古細菌がいて、これが培養できて角膜持ってたら、古細菌と真核生物と何が違うかって何も違わないことになりそうな気がして、多分でも、そういうことなんだろうと思います。で、じゃあその細胞内膜持って角膜持てたやつがいるかっていうのをこう探していったんですけど、まあ私の候補に上がってきたのはこんなものです。ベルコミクロビウムモンのグループ。これはもう新生細菌ですけど、なんとなくこう細胞質と角膜の中に核が入っているイメージですね。クラミジアも結構小胞体で作ります。それからプランクトゲミス。今第1回と第2回どっちですか。クラミジア、今1回とは5回分かった今。1.5 回くらいですね。1回から原核生物から真核にどう上がっていったかというところの話で。まあ、イグニコッカスは、クレンコ細菌ですけども、これはもうかなり核を重合させてきて、へこんで膜ができればそこまでという感じですけど、また確実に角膜を持ったという、原核生物はいないんで、ただ残念ながらこのアスガルド古細菌は、真核生物に非常に近いと思うんですけど、培養菌が取れていないので ゲノム上、こういう菌だというところで、誰かがこれを取って電子顕微鏡で見たときに、核葉体のむき出しのままでいればまだ原核生物だろうし、もし角膜を持ってこのゲノムのやつをオルガネラとして作り上げていたら真核生物に入れるべきであると。そうすると古細菌と真核生物の間にはもはや一線を画すことができないという、教科書を書き換えなければいけない話になります。ということで1.5 のところを置いて、真核生物の方に入りたいと思います。真核生物になってからも、驚異的なことを行います。単細胞真核生物は、さまざまな原核生物、あるいはすでに隣にできた単細胞の真核生物を食って、
ここからが違うんでですね、我々は食って消化して栄養源にしかしないし、他のものが入ってくれば免疫系で全部排除するんですけど、どうぞ。彼らはそういうことをしないでですね、ゲノムを水平移動してもらうし、ものによっては、平気で、2つの真核生物が1個体として生きるというようなことをやります。まあそういうわけで、炭鉱の細胞としては最も大きなゲノムを持つ、生き物になっていきます。で、共生体として使って、細菌の取り込んだやつを、オルガネラにして、ミトコンドリアとか葉緑体とか、ユグレナの岩点みたいのとか、アピコンプレックスとかマイトソームとか、その他いろいろ名前がついていますけど、これは、真核生物が取り込んでオルガネラに変えていった、原核生物とか古細菌の名乗りです。バラバラにしてゲノムで作り直すか、そのまま取り込んで、今のミトコンドリアに自分の DNA を持っていきなさいというふうに使うということをやり始めます。で、同時に大きくなって、細菌が1マイクロメートル、血球が10マイクロメートル、先ほどの、繊毛虫、この字線が違うね、100マイクロメートルとすると、体積だと、大体細菌の一番大きいのは100万倍くらいの体積を持った細胞になります。化け物のような。で、まあ、今の想像図を描くと、新生細菌が出て、古細菌が出て、古細菌の中にアスガルド古細菌のようなのが出てきて、これは多分、オルガナラで持ってるか、ゲノムで持ってるかは分かりませんけど、その辺の全部取り込んで、合体して真核生物に上がっていくという。でまあ、どのくらいかって言ってみると、まあ、かなり大きく大きさはもう違います、例えば真核生物のこう単純な方ですね、かなり、ミトコンドリアがこの大きさだとするとこれが細菌の平均大きさですから、まあどうだろう、これで15個かばっちり詰めれば10個くらいはミトコンドリア入りますけど、これは平面なのでこれ立体にすると2分の3乗くらい、数十個の、あれはそういうふうに考えると数十倍の大きさですね。大きいのはもっとこの、サイズよりずっとずっと大きいんで、まあ本当にオルガネラと、シクシとオルガネラという感じになってしまいます。で、原核生物と原生生物は、動物系の原生動物と植物系に上がった藻類に分かれますけど、まあ真核生物と原核生物の違いは角膜の中に核酸が入る、ゲノムが入るという点が大きく違います。から同時に、核内で、メッセンジャー合成をするので核人ができます。リボゾームと、メッセンジャー RNA あるいは、トランスファー RNA その辺をみんな持ち込んで、核内に核人を作ります。これは原核には当然、まあ、角膜はないので外にむき出しになっています。でリモゾームはあると。ミトコンドリア葉緑体は、まあ、この辺は多様性があって植物系にいた藻類は両方持っていますけど動物系にいたものは葉緑体を持っているものもいます。で消したものもいます。ミトコンドリアもそうで持っている形として持っているものもいるしゲノムの方に情報を移して、消してしまったものもいます、あとはもうオルガネラがいっぱい、そして、無性生殖のクローン増殖ではなくて有性生殖をするものが出てきますという違いがあります。で、ここで登場するのが今日の試験に出たこのリス・マーゲルス。彼女はそのオルガネラと言ってたけどそれは、バクテリアがそのまま取り込まれて、生存しているものであるという細胞内共生説を立てたのは1967年ですけど、実は歴史的にはあそこに他の人の名前が挙がっていましたけど、
1883年、めちゃくちゃ古いですね。シンペルが、葉緑体は自律的にその細胞と違って勝手に増えているということを指摘します。から90年にアルトモがミトコンドリアも同じだと。細胞の分裂とは全く関係なく勝手に分裂して増えていると。で、これがすごかったですね。1909年、遺伝メンデル遺伝を動物でやっている片っぽモルガンが、連鎖解析でノーベル賞をもらっていきますけれども、この、コレンスが、細胞質遺伝があると。で、彼は植物系をやってたのかな、藻類をやってたと思う。葉緑体が独自に遺伝子を持って形質をつないでいってるという可能性をやります。から、ミトコンドリアも同じように細胞質の遺伝をしてると。そしてついに1963年だけど、もうかなり新しくなりますね。この、ナスの夫妻が、ミトコンドリアの中に DNA があると。細胞の核だけではなくてミトコンドリアも独自の DNA を持っているということを、確認します。で、そのミトコンドリアでちゃんと DNA からタンパク合成ができますということになって、最後にクラミドモス、そうですね、クラミドモスか、あのコレンスがやってたの、葉緑体から独自の DNA があるということで、晴れて葉緑体もミトコンドリアもオルガネラと言っていたけれども、実際にはそれぞれ自己増殖と自分の情報を持った細菌の共生体であるという話になります。で、したがってこの原その真核生物の単純なグループは決して消化して食っちゃうだけではなくて、そのまま丸のまま飲み込んで、共生するんだということになったんですけど、それを調べていくと食った相手が、バクテリアだけではないと、すでに真核生物になったやつをもう食うという話になってですね、まあ、その証拠がここに、シアノバクテリアが真核細胞に取り込まれて真核になって、あと、ミトコンドリアの後、シアノバクテリアが食べて、その根拠はその四層膜を持つオルガネラがあるんですね。でそれは、ミトコンドリアもそうですけど、ミトコンドリアの細胞膜と食った真核生物の細胞膜と、二重の二層膜になっています。でそれがプロトンポンプを動かすためにその隙間のクレストのところにプロトンが出てきて、それが入るときに ATP を作っていくというのがミトコンドリアのエネルギーの作り方なんですけれども、それが四重膜になっているというのがあって、こう調べていく と、これは真核生物が葉緑体を持った真核生物が別の真核生物に組まれた結果であるということになって、まあ一次共生、二次共生という名前ですけど、原核生物と真核生物が共生したのが一次共生で、真核生物同士が共生したのが二次共生であるというような話に進んでいきます。まあ、これを知ったときはそうか、これで多細胞になるのかと思ったんだけど、話はどうもそうでないというのが最近分かってきました。まあ、そこでここから第2章の大丈夫ですね、原生生物に入ります。で最初に言ったように、この5回に分けたときに、まず分かるものを、分けて、原核生物のモネラ界と、それから真核生物の中で動物植物真菌と、これは分けるからといって、後に残ったものを全て原生生物という残りにして、で原生生物の中で葉緑体とミトコンドリアと両方持って光合成を起こすのは藻類、ミトコンドリアしか残していないのは従属栄養になります。自分でエネルギー作れませんか。でそれを原生動物として、で原生動物の中で
自由生活をするものは我々に関係ないので、お医者とか獣医は、動物に寄生してかつ病原性のあるものを原虫という名前にしたというのは前に言いました。したがって、原虫という分類は医学、獣医学で使う分類であって生物分類ではないということになります。まあいいや、ここは。で、一応今分類されているのが、一番古いのが、弁毛虫、からアメーバの根足虫、マラリアのような胞子虫、でこの辺を抜けていきます。昔はここに微胞子虫がいたんですけど、今は真菌界の、微胞子門いかに分類が大変かということが分かる。突然、原生動物であったのが、真菌類の一番単純なところに持っていかれてしまった。それからプランクトン類にいた、アスケトスポラ、それから、粘液胞子虫の方も、四方動物に行きました。これはかつては原生動物だった。こんなものはしかし国家試験がないからいいけど、国家試験があったら学生は怒り狂うんじゃないかと俺が習った時はこれは原生動物で習ったのに、今や多細胞生物の二肺葉の四方動物だって、多分そのうち習います。魚の、寄生虫でクドアという、クドアセプテンプンクタータというのが食中毒を起こすので突然問題になって、愛媛県で起こったのが200人くらい発症して、厚労省が必死になって原因不明の病気で調べていったら、それにたどり着いたんですけど、だんだん調べていくと非常に見かけ単純で原虫みたいですけど、実際には多細胞で、それも四方動物だという。まあそんなことがありますけど、今、大きく残っているのはこの4種類。弁毛虫、根足虫、胞子虫、繊毛虫です。まあその、系統の分かれ方はこんな格好で、新生細菌、古細菌から分かれて、ジアルジアを含めたトリコゾアというのが、弁毛虫の一番単純なグループ、それより複雑になったグループが、ユーグレナのグループ、これも弁毛虫です。それから、セキリアメーバー、これは根足虫ですね、アーケアメーバー、それから、アルベオラータで胞子虫が出て、繊毛虫で、一応系統上分かれて、まあ、そこから先は多細胞に行きます。で、まあ、これは読んどいてください。そうですね、メタモナスの特にそのトリコゾアのグループはですね、ミトコンドリアを変えているんですね。それで、先ほどの古細菌が間違って一番古いアケバクテリアの古細菌のグループに入れたけど、ゲノムから見てそうじゃなかったっていう話をさっきした。典型的なミトコンドリアを変えていたんで、これも同じでアーケゾアと呼ばれて、最も古い、原生動物だと付けられたんですけど、だんだん分かったら、かつてミトコンドリアが存在して、その遺伝子が全部宿主の方に移っちゃって、ここにはもう殻のマイトソームと呼ぶ、二重膜のオルガネラがあるだけということで、典型的なミトコンドリアは変えているけど古くてミトコンドリアがなかった生物ではないというので、これもまた混乱を起こしました。から、立派な弁毛虫の、ここはまあレースマニアとかトリパナソーマって言うんで、そのうち習います。人間も動物も最も悩む、グループの原虫で、アメーバはまあセキリアメーバを含めて結構独自に生きてる方が多いです。まあ、最近は、大型ウイルスを持っている宿主として有名になりつつあるグループ。それから、マラリア、トキソプラズマ、クレプトスポリジウム、コクシジウム、いっぱい習う、最も栄えている、アピコンプレックス胞子虫のグループと、最後に、バランジジウム、繊毛虫になります。この図だけ頭に取っておいてくれればいいです。こんな格好で先ほどその一番でかいゲノムのでかいのは何かというのは、この一番でかい
ゾウリムシの類、繊毛虫の類になります。大きさもめちゃくちゃでかいですね。で、まあ、移動物でまた丁寧に習いますけれども、鞭毛虫の一番単純なグループ、ランブル鞭毛虫がいて、これはもう本当にここにあるように縦2分です。無性生殖ですから、クローン増殖をするだけ。まあ、それでも、かなりいろいろな器官を持っています。で、もう少し一段上がった鞭毛虫は、本当に立派な鞭毛を持って本当に泳ぎまくる、特に血液中で泳ぎまくるので、まあ、医学の方では絶対に必要でこのシャーガス病とかですね、アフリカトリパノソーマ、あるいはアメリカのトリパノソーマ、鉄梅と差し亀が運んでいきますけど、まあ、これも、めちゃくちゃ面白い生活感を持っているので、そのうち悩まされます。面白いですけれど。まあ、単純に言うと吸血系で口から移していくやつと、虫を飲んで糞の方から出して移していくやつと2種類あります。それから、全く独自に分岐したのがアメーバで、これは鞭毛で動くのではなくて足を出して、動いていて、僕らのマクロファージの大親分みたい。そうですね、イカゲンに、東大のイカゲンにいたときに、隣に寄生虫の建物があって、まあ、僕は免疫の方もウイルスと一緒にやってたんで、マクロファジは結構使ってたんですけど、遊びに行って、このエキャントアメーバの冷蔵庫から出してきて、顕微鏡で見せてもらったら、大腸菌と米粒をパクパク食べて、ものすごい勢いで動きまくってて、これはうちのマクロファジの火ではないと。驚異的な生き物だという記憶がありましたけど、エイキャントアメーバー、アカントアメーバーという。でもここで出てくるのは、エントアメーバーです。ヒストリティカとかディスパーという、強毒と弱毒のアメーバー。ヒストリティカっていうのは名前の通り、組織を溶かして、腸管から、溶かして小腸に入って、それから肝臓に行って、ひどいやつは体中回ってしまう。かなり危険な生き物です。これも無性生殖です。で、本当にオスとメスができ始める、オスとメスじゃないですね。有性精子と無性、ガメートゴニーというんですけど、無性、マラリアもみんなそうなんですけど、無性生殖で、大変だな、これは移動物で習ったらいいです。スカイゾンドという、シゾンドで、無性生殖で増える系と、精子と卵子みたいな格好で、オス型の配偶子とメス型の配偶子に、ガメートゴニーという有性生殖のステージがあって、マクロガメートとミクロガメートと呼んでますけど、そこにあるように、まあ、いわば精子と卵子の形になって、蚊の中で受精して原数分裂をして遺伝子組み換えをしていくという、生活を始めます。まあ2つのクローンが無性生殖で増えるときというのは、いくら増えても、孫は、子も孫も全く変わらないんですけど、ガメートサイトを作って、受精して2匹が混ざると当たり前で、僕らの受精卵と同じ格好で、まあ、僕ら2倍体なので話は違いますけど、これは1倍体で、ガメート誤認をして、接合したときに2倍体になって組み替えるけど、また1倍体に戻るという蚊の中です。で、体の中に入って、スポロゾアがスカイゾンドの無性生殖をしながら、時期が来るとガメートゴニーでメス型とオス型になるという。で、もっと変わったのが最後のこの繊毛虫でですね、これは増えるときに受精ではなくてですね、接合するんですけど、接合するときにこう横に5分並ぶんですけど、そのときに体細胞核と生殖細胞核、大核と小核を持っているんですけど、この小核をまず2倍にそれぞれ増やすんです。小核を2つにして、で
一つの昇格をこっちに与えて、一つの昇格をこっちに与えるという、すごい今でいくと核移植をするんですね。でそこで接合して、混ぜるので、融合して1個になるのではなくて、2つの個体のまま核だけ入れ替える。恐ろしい。なんでこんな方法を考えたのかと思うんですけど、という生き物です。まあ、これの、人あるいは動物型の原虫がバランチジウムという、大腸が好きな大腸バランチジウム。まあ、まとめると、全生活感が無性生殖のままにいく、根足虫、鞭毛虫のグループと、生活感で、有性生殖を行うものが胞子虫と繊毛虫で、胞子虫は、有性生殖の時に、有性の配偶子と無性の子性と有性の配偶子、まあ、ある意味だ卵と精子のようなものを作ります。繊毛虫は大核と小核で、体細胞核ではなくて生殖核の方を2倍にしておいて核交換をするという。で、すごい勢いですね。まあ、原虫の特徴ですね。角膜内に核と核仁を持つと。繊毛虫は小核と大核を持てると。生殖核と体細胞核。まあ、ゴルジ体からたくさんの小胞体ですね。ミトコンドリアを含めて。から、アピコンプレックスも、もともとの由来は、いろいろなオルガネラのコンプレックスです。から運動器官としては鞭毛、加速、繊毛、それから内臓ゾームも作りますね。小胞その他を持って、この小胞の移動と融合にさっきの、スネアのタンパクが必要になるので、さっき、古細菌の中で、これを持っているやつが、まあ、真核細胞に一番近いのではないかという話になって、他に、食べるあるいは飲む動作用、食法を持ってミクロスポアで、食うグループが出ます。それから、腎臓の、そうですね、口腔、食道、肛門まで繊毛虫は持ちます。もう単細胞のくせに、うちらの消化管に近いものを作っています。それから収縮法と放射管は、浸透圧調節、これは腎臓のもとです。だからここでもう消化管と腎臓と、運動脳と生殖系と、光感受性とほとんどのものを、実は1個の細胞の中に全部作り上げてみせているのが彼らです。原虫は本当のことを言うと、寄生虫の時もそうで、あんまり本当は進化論の中で取り上げるべきではないんですね。これは結構宿主の中で対抗性の変化をしているので、対抗性進化をしているので、外で勝手に生きているやつの方が原型に近くてですね、まあ、ウイルスと同じでかなり進んだものは捨ててきているので、本当は学生が混乱するので教えたくないけど、まあ、獣医と医学はしょうがない。いずれ出てくるので、そいつが一体どこら辺りの生き物だったのかということを知らないといけないので、まあ、まとめ、細胞内共生による大進化をしたと。で、まあ、それは、ミトコンドリアとか葉緑体とかアピコンプレックスとして、共生させていると。から運動機能も多様化して、特に細胞壁を消してしまったので、アメーバ運動もできるし、鞭毛繊毛運動、それから鈍色機能が、膜を通していくらでも取り込めると。エンドサイトーシス、ファゴサイトーシス、食法を作って、異種生物と共生すると、あるいは細胞内器官化したり、ゲノムの移動するという、もう自由奔放なことをやっています。口腔、食道、肛門を持つ消化器系を作る、収縮法と放射管で腎臓の原型を作ると。生殖系も有性生殖をするし、体細胞核と、生殖細胞核。まあ、僕らで言うなら、そうですね、生殖器の制限細胞のグループ、あるいは卵母細胞のグループと、我々の体細胞のグループの核を、1個の
細胞の中にぶち込んだと。で最後に、群生という、状況が起こります。多細胞生物への準備ではないか。しまった。ウイルスは、見といてもらうしかないかな。まあいいや。簡単にウイルスを5分で触れて最後に行きます。まあウイルスは、これは本当にこれだけ論じても、微生物でウイルスをやるときは、2回か3回に分けてやるので、その時にやってくればいいですけど、まあ生き物としてのウイルスを考えると、分かりません。どこから来たか。いろいろ仮説があると。まあ、一番古いという、最近よりももっと古いんじゃないかという考え方。RNA ワールドとかリボザイムと言われている、世界ですね。それから、メッセンジャーとか tRNA が細胞外に飛び出した、グループが RNA のウイルス、細胞核から飛び出したやつが DNA のウイルスだという、まあ、もっともらしいから。それから、細胞性の生物だったんですけれども、ゲノムがどんどんと退縮していって、今の単純なウイルスになったと、対合性進化か、まあ、最後は、宇宙から勝手に来たと、で最近、バカでかいウイルスがだんだん出てきてという話になります。でジャンクもあるし RNA と DNA の両方ゲノムとして使うし、タンパク合成の必要な遺伝子は腐るほど持つし、ということで、やっぱり最近の方から分かれてきたかという話に なってきています。でウイルスも今まで我々が習ってきた DNA ウイルスと RNA ウイルスの外にバカでかいウイルス群を新しくウイルス界として求めた、パンドロメガ、ミミ、ママ、その他、ラージヌクレア、サイトプラズミックラージ DNA ウイルスというグループにしました。まあその大きさはここに言ったように普通のポックスウイルスを111と基本単位としてやると、ヘンドラウイルスは遺伝子の数として334倍、遺伝子数とすると752倍、大きさとすると12万5000倍、大腸菌がだいたい500万塩基で4000遺伝子、大きさが1マイクロンメートルというくらいですけど、まあ、その後出てきた、これは小型のウイルスでもしかし非常に単純と言いつつ、めちゃくちゃ複雑な構造を作っているということです。まあ、基本は非常に単純で情報と、コアの粒子を作るタンパク群とエンベロープからできていると。で大きな違い、そうこの前何が違うかといってリボゾームの有無と、もう一つが大きく違うのは複製系です。バクテリアからすべて二分裂、基本的には二分裂で増えます僕らの細胞も。だけどウイルスは全くそうではなくて、細胞の中に取り込まれるとゲノムはゲノムだけでコピーを作ります。ゲノムから、タンパクを読んで作り上げてくるので、まあ、エクリプスという、暗黒期と呼んでるんですけど、一旦消えるんですね。二分裂の形ではなくて。で備品を全部作ってからいっぺんに10の何乗というオーダーで子供を作ってくるという増え方です。で、あのバカでかいウイルスはここで見ると、アメーバについて広がったグループ、藻類について広がったグループ、イリドまで来るとイリドラナに来ると、その後カンブリアの後に出た軟体動物、魚類、両生類、爬虫類広がります。で、陸上に上がってついてきたのが昆虫についたアスコビウルスで、さらに、後に分岐してきたグループで、ポックスウイルスが出て、たった一つアフリカトンコレラという独自のウイルスがいると言ってたら、ついにそれが、アワビと友達にウイルスがいたというので、まあ、ここから見ると大体シアノバクテリアの後、真核生物に上がってくる頃から、
巨大ウイルスが共生しているという感じになります。まあそういうグループがあるというのをちょっと覚えておいてください。こんなバカでかい大腸菌の何倍というウイルスに、なってきていて、だんだんこのゲノムが解け始めると、ついに真相がわかるかと思います。で、そうだわ、あと5分か。世界はウイルスで満ちているっていうのは、これは病原体の科学をしていた時に学生に教えたんですけど、さっきの話です。海水中のウイルスは1ミリリットル中にだいたい100万個、沿岸だと1億個いると考えられて、計算すると10の30乗と。それでこれはネイチャーに載った、サットルっていうんですかね、面白い論文で、じゃあウイルス全部並べてみたらどうなるかと。でこうウイルスをでーっとこう横に10の30乗並べると、銀河系の直径の約100倍、1000万光年の長さになる。全然わかんないんです。まあ計算式は1マイクロの100ナノですから10のマイナス7乗メートルに10の30乗をかけると10の23乗メートルで1光年が10の16乗メートルなので、確かに1000万光年になる。しかしそれはそのウイルス横に並べるのは不当じゃないか、重さでいこうぜっていうのがあって、炭素重量に変えてやると、先ほどのシロナガスクジラ7500万トン、どのくらい大きいかというと 7.5×10 の7乗キロに1.4×10 の5乗ですか、シロナガスクジラの体重、そうすると 1.1×10 の13乗キログラムの重さだと。全地球上の人類が手をつないだらどのくらいの長さになるか、これは私が勝手に計算したやつ。7×10 の巨匠70億が2メートルの手を広げると 1.4×10 の7乗で太陽の直径の約10倍、太陽と地球の距離の10分の1、光で走ると44光秒です。70億人の重量を計算すると、7×10 の9乗 ×40 キロなので 2.8×10 の11乗で、さっき言ったように、海のウイルスの40分の1の重さしかない。まあ視覚にすると、これが、銀河系、の100倍数とこのブルーの長さです。で、この銀河系と同じ、アンドロメダのところの、天の川銀河か。10万光年の、オリオン湾の端に太陽系があって、太陽から地球の惑星を見ると全人類が結んだのが、太陽と地球の距離の10分の1くらいの距離ですから、まあとても、ウイルスの比ではないからやめようと。で、じゃあ重さに変えようというので、シロナガスクジラで計算するとさっきの式になります。ウイルスの、人間全部まとめて団子にしても40分の1の重さしかない。しかしウイルスと細菌を考えると、さっきのようにさらに200倍違うので、人間が支配しているように見えるけど、客観的に見るとウイルスの方が多い、バクテリアはもっとすごいと。人間全部集めても8000分の1にしかならないと、バクテリアということです。で最後、あと3分、原虫からどうやって多細胞になったかというのは、いくつかの方法があったはずです。ここハテナムシというのは、これ面白い生き物で、鞭毛虫と藻類がいつも共生しています。2つの細胞が1つの生物を作っています。光合成もするし、鈍色もする。がさっきの鞭毛虫みたいに、大核と小核を持って、小核の方で細胞を作れば生殖細胞、大核の方で作れば体細胞。しかし、ゲノムで分かったことは、多細胞の我々の原型は、一番古かったこの縦襟鞭毛虫です。で、これで100年議論したって言うんですけど、海面の群生を見て、1個の細胞を見れば分かる通り、これは鞭毛虫の、縦襟鞭毛虫の鞭毛とアメーボサイトが合体したやつを群生にして一肺葉の海面を作っている。なんでこんなものを100年間議論したんだろうと思うんだけど、そうじゃないんですね。
この縦襟鞭毛虫の構造をよく見るとですね、この縦襟の方の鞭毛虫の部分と右半分の加速を持って触覚を持っているアメーバーの側面と両方この生き物一つで持ってたんです。それで、多細胞になったのを100年やったのがヘッケルとハッジです。でヘッケルは、軍隊生を取って、鞭毛虫から上がったというさっきのこの縦折り鞭毛虫の説を取ったんです。でハッジは繊毛虫が、生殖細胞核と、体細胞核を分けて多細胞になったという、まあ、100年やって結局ゲノム上から縦折り鞭毛虫になって、まあそれはそれでいいんですけど、まあいろいろ多細胞にしかない遺伝子を持ってるからこっちだって言うんだけど、でもよく考えてみると何種類もの多細胞に挑戦した生き方があって、ハテナムシのように、2つとか3つの原生動物が合体して多細胞になっていってもいいと思うし、体細胞核と生殖細胞核が多細胞に分かれていた生き物がいてもいいし、アメーボサイトと鞭毛虫がくっついて海面を作ってもいいし、縦襟鞭毛虫が遺伝子発現を変えて分化して2つの細胞に分かれて多細胞になってもいい。で本当はそれらはみんな試したんじゃないかと私は勝手に思っています。でただ僕らの直系のつながりからすると、縦折り鞭毛虫から多細胞になってきたグループから我々のところまで来ているというだけであって2つのやつがくっついて多細胞の位置配用になってもいいし、縦折り鞭毛虫が突然分化をして多細胞になっても構わない気がしてきたというのが、そのさっきの2回ジャンプした秘密ですけど、2回ジャンプしたやつはたった一通りではなかったと僕は思うんです。ただし証拠はどこにもない。でもいつかそんな生き物がどこかから見つかって、縦折り鞭毛虫でもなくても多細胞化したという話があってもいいのかなということで、すごい勢いでやったな。原核生物と単細胞、真核生物、30億年のどうジャンプしてきたかという話で、やっと3回目から元に戻れるので、じゃあ1肺葉から3肺葉をどう上げてきたのか、まあ、そこはかなり寄生虫の世界になりますけど、と真菌類がどう進化してきたかという話を、してカンブリア紀につなげようと思います。ちょっと喋りすぎたけど終わります。